皆さんお久しぶりです。くみやきです。先ほどの映像を見てもらえればわかるんですけど、喋ることもできないぐらい辛くて、つまんない映像っていうのもあれなんですが、2日間あんな感じで寝たきりだったんですよね。で、本当にね、偉かったです。で、5日前から入院してて、で、今日退院っていうことなんで、声もね、こんな感じでボロボロだし、肌もね、ちょっとガサガサですが、ちょっと見にくいかもしれませんが、お許しください。で、今回手術したわけなんですけど、左肺が3箇所穴が開いてたんですよ。で、それで3箇所穴が開いてた部分を肺を切って、で、それで手術する形になったわけなんですけど、なんでこうなったかですよね。で、原因はちょっと実際わかんないんだけど、一つのね、大きな要因として重いものを持ったっていうことが考えられるってことが医者から話がありました。重いものを持つと人間って打って一瞬息が止まると思うんですよ。で、その一瞬息が止まるってことは肺に負担がかかっちゃうんですよね。で、それで肺に穴が開いたっていうのが一つの大きな要因として考えられるわけで、それかどうかは分かんないですけど、ただ僕の仕事内容が結構肉体労働で、荷物の積み下ろしとかがメインになるんですけど、その関係性はね、あるのかなっていうのはね、話を聞いてて思いました。で、実はってこともないか、半年前も左肺を手術してるんですよ、切って。で、それも YouTube に上がってるんですけど、今回も左肺を切って、手術したってわけなんで、普通のね、成人男性っていうのも変か、普通の人よりもちょっと肺は、左肺はちょっと小さいっていうことで、で、今後いろいろと制限がかかってくる部分がね、あるっていうお話がね、ありました。で、肺に負担がかかることはちょっと避けてもらいたいっていうことの話があって、で、どういうことかっていうと、まず例えば、気圧の変化、気圧に関する飛行機とか、あと、スクールダイビングとかね、水圧の関係の、あとは、絶叫マシンとかで、あと大好きな歌とかも肺に負担かかるから、今後ちょっとね、控えめにしてもらいたいなっていう部分っていう話がね、ありました。で、歌に関しては、僕本当大好きで、辞めるってことはちょっと精神上本当に、ね、辛い部分があるんですよ。なんで、その歌う頻度とか、その練習時間とかを、だいぶちょっと削っていこうかなっていうことをね、考えてます。カラオケとかも行ってもいいけど、歌わないでいようかなっていうことをね、思ってますね。ただやっぱりライブとか、ライブとかもやりたいなって思ってるし、またちょっと曲を作ってそれ自分で歌いたいなっていうのもあるもんで、その辺もね、ちょっと考えて続けたいなっていうことを思っております。とりあえずは、かれこれ、一旦はちょっと治ったっていうことで、